はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極テクニカルバトル、最後の波紋を受け付く男、緑の試練編ですね。こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティの方を見ていきましょう。まずはリーダー、キラですね。 SP キラ、ハイパーヒール、300年の怨念、デリートムーブ、ソニックブーストをつけております。そしてメインアタッカーのオラタロですね。壁コンやらせて治癒をつけています。続いて、シゲチですね。湧き上がる鮮度ケナスをつけています。そしてスタンバイにはセロハンですね。漫画初動ディレイ、取り込む経験、蘇生を入れております。フレンドリアですね、ムダリオを迎えています。では参ります。緑はね、なんとか一発でクリアできたっていう感じになるので、どうやってたかが覚えてないっていうのがね、正直なところです。さあまずはシゲチで壁ですね、やっていきましょう。さあ続いてはキラですね。キラでいきましょう。ゲージを貯めるというよりかは、これは面白くない。最後のデリートムーブがかなり余計なアタックな感じでしたね。体力を回復していきたかったんですが、必要なかったようですね。続いては、ターンスキップを狙いつつ、ターンスキップはならず。ではハイパーヒールで、ゲージを貯めていきましょう。続いてオラタロウで、ちょっと弱点でもついていきましょうかね。さあこれでゲージがたまりましたので、はい、倒せました。1ラウンド終了です。続いて2ラウンドですね。今度はちょっと場所が悪かった、突っ込みすぎてしまいました。ゲージは回収はできそうですね。よかったです。真ん中の方にね、行ってないですね。さあゲージは回収できそうですね。大丈夫です。さあちょっとここを見ていきましょうかね。ターンスは大丈夫なんで、一応ここで
でゲージを貯めてですね、ケニジーを倒していきましょう。ケニジーは倒せました。あとはゲージが溜まってくれるのを待つところでしたが、ゲージ溜まらず、残念。これは残ってるか、残ってればよかったんですが残ってなかった。そのままいけばよかったですね。これはめんどくさいことになった。しかしお構いなしにやっちゃいます。1-1-1ですか。長いですね。やってしまいましたね。これは非常に長い。カウントがどんどん増えていくのがね、わかりますね。さあ行きましょう。これはキラで走っていきます。それでも倒していってますね。最後はねハイパーヒーローちょっと打っておきたいかなっていう感じなんですが、これはどちらかが倒せればいいんですが、どうなんでしょう。両方倒せましたね。はい、ハイパーヒールで持っておきましょう。ゲージはなるべく貯めておきたいです。ここも、大丈夫ですね。行きましょう。何か大変なことになっております。はい、2ラウンドクリアですね。長かったです。ここはもう関係なくですね、全員に当たるようにですね、CS を打ちます。ここは自爆が怖いですが、
ましょう。死亡カウンターのが倒せてますね。これは良かった。さあ、あとはどこで。大丈夫ですね。浦太郎自身は死ぬことはないはずなので、あれだけ回復していれば大丈夫です。さあどんどん行きましょう。はい、倒しましょう。ハイパーヒーローで回復してもいきます。さあ問題の第4ラウンドですね。CHCS で当たっていきますが、もうこれもしょうがないとして考えます。これで全員倒せという感じですね。ではハイパーヒューリー、さあムガディオが倒れてしまったの。はい、では気を取り直していきましょう。ではいきますね。さあこれはどうなってるかな。一応は行きますか。行きましょう。城太郎は倒せました。あとはレミです。倒せた感じですね。いや危なかったです。さあ続いても見せずいきましょう。どんどんどん。こんな感じに動いておりますが、しょうがないっす。全員は倒せてなかった。さあそれでは行きましょう。これで倒せたはずです。
合わせてですね、はい、4ラウンドクリアです。さあ最終ラウンドです。次行きましょう。刺激で壁を張り、ゲージを吸われ、行きましょう。あまり気にするような感じではないですね。さあ倒せました。倒しました。さあ続いては当然 CS でやられちゃいます。さあ全滅になるか、全滅にはなってないですね。ギリギリ残った。あっとここがチキンチになってる。これはいけるか、どうだ。あまりにもチキンすぎましたが、どうやら大丈夫そうですね。はい、無事クリアすることができました。かなり最後は、ね、チキンになってしまいましたが、クリアすることができました。ありがとうございます。ではですね、最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。また別の動画でお会いいたしましょう。ではラストボタン。